い、こんにちは、スペアートでぬめちゃんとベルちゃんです。もうね、メキシコといえばピニャータです。いや、早くないよもう一回やろう。もう一回やる。メキシコといえばタコです。ちーちょ、メキシコといえばもう絶対さ、なんか誕生日会とかさ、いろんなお祭りとかすごいやるじゃん。ある。絶対欠かせないのがピニャータ。そうだよね。ああピニャータって何？作り物です。ピニャータはこれです。このコンテナにね、何かを入れてね、この上からお菓子とかね、なんかいろんなもの入れるんだよね。プレゼントみたいな。プレゼントみたいに入れて、でそれでバットでこう壊すの。そう、目隠しして壊して、お菓子がバーッと落ちてきて、はい、それを子供たちが拾って、そうだね、っていうのが、うん、メキシコのパーティーには絶対に欠かせない。いろんなのがあるから。可愛いやつとかさ。ちょっと。ミッキーだよ、ミッキー。ミッキー。これですよ、ヨヘン。これこれこれ。あ、これが普通のピニャータ。それは普通のピニャータ。オリジナル。ああ、これがいい。白いやつ？せめてはカラフルのやつ。これ？もちろん。一個これと。マリオとか？あ、恐竜。恐竜。いいじゃん。恐竜。恐竜。オッケー。じゃあ恐竜。200, 200, 200. Pero esta está más bonita. Esta sí, a no quiero ir ahí. ¡Kawaii! ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?恐竜ね。恐竜と恐竜とユニコーンです。ユニコーンしかも可愛い。でこれを吊るして殴ります。ダメー。それがメキシコの遊びです。超可愛いやつ。次の動画でこのピニャッタで遊びたいと思います、はい、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。アディオスアミゴス。アディオス。アディオス。やべえな、超可愛い。